デリク・ブルジョアは、イギリスの作曲家。名前は、デリク・ブルジョア、デリク・ブルジョア等とも表記される。1941年に、イギリスの大ロンドン、キングストン・アポンテムズで生まれる。ケンブリッジ大学で音楽を学び、最優秀で、卒業、博士号を取得。後に、王立音楽大学で、ハーバート・ハウエルズに作曲、サー・エイドリアン・ボールトに指揮法を指示した。 その後、ブリストル大学やセントポール女学院に勤務する傍ら作曲や各地での演奏活動を行った。2002年に職を退き迷るか等に移住。2009年からはイングランド、ドーセットで暮らしていた。ブルジョワの作品の中心はオーケストラ向けのもので、116曲の公共曲をはじめとして150作以上存在する。その他にも室内楽や、 合唱音楽、吹奏楽、ブラスバンド向けにも多くの作品を書いており、総作品数は391に上る。また自作や有名作品の多編成への編曲も出掛ける。特にブラスバンド作品は人気が高くチャンピオンシップの課題曲を移植されたり、バンドから作品を移植されるなど幅広く活躍している。作風はシンドマン主義的であり、基本的には 調整感がはっきりとした情緒的な旋律が印象的な作品が多い。ただし、規模の大きい作品では印象派の作品に近い響きや無調の激しい響きも参見される。また吹奏楽やブラスバンドでは、金管楽器の持てる能力の限界や奏者への挑発的なパッセージが取り入れられた作品が多い。ありがとうございます。